喉がやられました。少しやられました。結構大きな声で喋りましたね。私喉飴用意するって言っといて持っていくの忘れてたんですよ。ピエンです。あれって結構お話し会って喉使いますね。めっちゃ話し会の時はなんかそういうのも、もう気にしてないから全然喋るけど、今終わってからちょっと経ってからなんか思って喉飴ね。安静にしておきます。安静にしとく。もう家におるけん安静にしかせんけど、ありがとうございます。おもろい。いちごちゃん名札触ってくれたって興奮してました。それだけで。それだけで。違う、いちごちゃん、3期生のいちごちゃんの名札が曲がってたんよ。だからどうにかちょっと戻そうとしたけどダメだった。嬉しいな、そんなに嬉しいな。それだけで。嬉しいな。あ、沖さんの写真集いただきましたよ。高尾さやかちゃんへって書いてくれてるんですけど、高尾のおの字が違いました。惜しかったです。惜しいです。高尾のおの字はカタカナの何無なんですって言ったんですけど、これ完璧に広いになってます。広いになって、だからちょっとこれ、あ、これ違います、ちょっと広いになってますね。言ったらなんか、あ、後で付け足しといてって言われて、
ここだけ極太になりますよ。結構タコの字って難しいのかな、意外と。ちょっとこれねすごい素敵ですよ、写真集素敵です本当。まず1枚目もめっちゃ好きですね私。これはどこだ、ね、素敵ですね。制服いいですね制服いいですね、やっぱり似合いますね沖さん。あと笑顔がねすごいかわいいです。まさに可憐な微笑みでピュアな可憐でピュアな微笑みをしていますね。これはいいですね。え、やばい、これこっからちょっと急に怪しくなってきましたなんか怪しくなってきました。大丈夫かな、大丈夫かなこれ。え、大丈夫ですか沖さん。え、ちょっとこれ以上私はちょっと進んでいいのかちょっとえ、これ以上私進んでいいのかな、どうしよう、進んでしまってはどうしよう、どうしようか。これねやばいよこれやばいよ。よかった、いつもの沖さんに戻りましたいつもっていうか自然体に沖さんに戻りましたいいですね。おお、これすごい雪好きですね、雪のシーン楽しそう。寒かったんかな、え、雪だるまじゃない、雪だるまじゃない雪投げてきた雪だるまは投げれませんね、雪投げてきた。かわいいね、いいね、横もあり、横もありですね。目がね、目が綺麗です。いやもうコンディションバッチリですね。これは何だ、なんか頭の上でいただきますしてるんですね。でカレーを食べてるのかな私から見たらカレーですけど違うかもしれません。あ、ここはあの場所ですね、あの場所にいます。これ言っていいのかな、どこまで行っていいか分かんないんだけど、趣のある場所にいますね。あ、似合いますね和服が、こりゃ似合います、こりゃ似合います。お、すごいすごいですね、傘もいいですね。この両面もありなんですね、いいですね。こう口紅いいですね、似合ってます口紅似合ってます。この眉毛も綺麗ですよね、もう全てが綺麗なんですけど、いいですね。これはどこだ、これはどこだ、おお、急に晴れ、急
急に晴れです。おうおうおうおお、ここでも爽やかですね、すごい。今すごい早めに見てますけど、ふむ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 、こりゃすごいぞ。これがあれか、沖さんが結構遊びましたって言ってたやつですね。これ知ってます、結構遊びたって言ってました。うんうん、髪も乾かして、うんうん、あ、これ巻き髪ちょっと巻いてるのいいですね。いや、笑顔も可愛いですね。すごいな、こりゃすごいな。ほう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 。あ、これかな、なんか布団のお布団の中に入っての撮影というかもありますね。ここはどこだ、すごい綺麗な場所。なんか踊ってるのかな、なんか踊ってますね。ふむふむ、あ、このポーズいいですね。これ何してんだ、ジャンプしていやいいですね。あ、横顔も美しいです。松江市、ほう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 、松江市ですね、ここは。なるほどなるほど。あ、ちょっとなんか夕焼けもいいですね。あ、終わっちゃいました。大丈夫？ちょっと結構早めにしま、説明していきましたけど。ちょっとすごい多分ね、すごいところはちょっとかなり早めに飛ばしちゃいました。ちょっともうちょっとね。いや、あとでマジック見ます。見たんですよ、でももともと見たんですけどね、もともと見たと、ちょっと前に見させてもらって、その時もすごい感動っていうか、リンリンと一緒に見てね、かわいいかわいい美しいって言ってたんですけど、まあ、2回目なんですけど、2回目でも全然もう新鮮さがありましたね。やっぱこれ全部のページがかわいくて美しいっていいですね。沖さんの魅力というか良さが詰まってます。私このね、最後のインタビューもね、見るの好きなんですよね。長い分見るのすごい好き。これは無言で読んじゃいますね。いいね。私もなんだっけ、BLT さんで初めてのね、ソログラビアをさせていただいた時もね、ロングインタビューさせてもらったんですけど、1時間くらい話したのかな。それもね、結構心に残ってますね。すごい、ここで知る一面もありそうだ。お気に入りのシーンどこだろうな。全部可愛いんだけどな。結構迷いますね。雪のところも好きだし。
どうだろう、全部のなんかこういろんなシチュエーションがあってその中で、うん、全部好きですね。うん。はあ、すごい満足感ありありです。満足感ありありでした。おきさんありがとうございます、くださってサイン付きで嬉しいです。はい、寒そうだね2月の海寒そうだな。寒そうっていう次元を超えてそうだね、もう今日そう写真集の沖さんのセレモニーがねあってさ、ちょうどなんか私がみんなに手振ってたらね、沖さんが「さあやん」っていつものようにね言ってきて、パッて見たら後ろのな結構高めのなんか椅子に座ってて「え、沖さん、え、どうしたんですか?」って言って「いや休んでんですか?」みたいな言ったら「ちょっと待っとるんよ」みたいな、「今からセレモニーがあるから」って言って、 それでね、じゃあ私も出ますってなって行ったんですけど、こうセレモニーの場所に行くときに「サーヤンちょっと走って」って言われて。バーって走ったら「うわ」みたいな言われて、「さやーん」ってすごいなんか盛り上げてくださってびっくりした。しかも写真撮る時もまず最初に沖さん一人でやっぱ撮って、その後じゃあ高尾もみたいな感じだったんですけど、沖さんが写真一人で撮ろうとしてた時に、なんかサイハワーみたいな、なんかすごいなんだろう、心よく受け入れてくれてね、なんか優しいなーと思いました。優しかったです。最後ね、戻る時にね、私がずっとしたかったことがあって、ちょっと泳ぐっていうねちょっと泳ぎたくてちょっと遊泳禁止にということでね、とりあえずなんか泳ぎたいなと思って泳いだんですよ。そしたらなんかそれをすぐ分かって、遊泳禁止だぞってなんか言われてちょっと面白かったすぐ分かってて、あ、すぐ分かるんだそう、沖さんとねいろいろ面白いことをしてました。だから最後はちょっと背泳ぎで戻りました。面白い。確かに突っ込まれんかったらめっちゃ恥ずかしいことをしてる変な人だったから良かったです。ありがとうございます。突っ込み早かったです、めっちゃ。遊泳禁止だぞみたいな。いや、すごいね。
しい楽しい日になりました。サーヤンはいい意味であざとかった。え、私私あざ、いい意味であざとかった。え、今日は、うん、すごくよかったです。まあ、とりあえず来てくださってね、皆さんが楽しんでもらえてたら嬉しいですね。でも私なんかもともと今までよりもこう距離が短くなるっていうのはお知らせが来てて、だからそうなんだなと思ったけど、今日見たら自分が思っとったよりも近くて、全然あこんな感じなんだなって思った。握手会するならこんな感じなんだなってその個別レーンの握手会したことないからさ、懐かしい感じがしたよ。マイクなしですね。うん、最近よかった、もうマイク問題なくなったんよ。ふん立ち位置変わったね。いやね、すごいよね。うん、そうですそうです。全然なんか透明の結構綺麗なシートを挟んで話す感じなんで、しかも全然聞こえた。なんかさ、多分アクリルのやつだったら、あのご飯屋さんに置いてあるやつだったら結構あれ聞こえないけどさ、でも今日のやつは全然聞こえましたよ。今日私ほんと会場着いてすぐだったの、始まるのが。だからめっちゃ急いでメイクしてら、15分でメイクできて、髪の毛も一緒に。私ってこんなに早くメイクできたんだって思った。頑張ったら15分でできるんだって思ったなんか移動中にね、なんかメイク、まあなんかファンデーションとかだけでもしようかなって思ってたけど、ずっとね沖さんと話してて話してた、沖さんと。何の話とか、なんかこれからの話とか夢の話とか、なんか今までの話とか、どんな学校生活を送っていたかとか結構話、ずっと話してて、
共通の趣味はお互い洋服が好きだから、なんか時々最近なんかいいとこあるみたいな風に聞いてくれますだから青木さんに合いそうなのはみたいな話とかする。だねだね、ありがとうございます。そう、洋服交換したらどうなるんだろう。でも奥さんのねコーデ好きなんですよね。おしゃれ、なんか色使いっていうか合わせ方がおしゃれってめっちゃいつも思ってますね。おそろコーデ、おそろコーデおもろいね、なんか沖さんとのそれも面白いですね。どうなるんだろう。でもいつも私が着てる服とかも可愛いって言ってくれる。そうだね、明日は STU 祭り、 STU48 祭りでわーってなった後ね、お話し会がありますね。そう、配信もね YouTube で見てるんですよ。ですです。てか今日めっちゃ寒かった、夜寒かったですね。今日寒い雨だった、気をつけて。なんか発表どうでしょうかねどうでしょうか。最近ずっと発表なかったですからね。ドゥーンみたいな、みたいなね、やつ。後ろに大きめのスクリーンがあるかまあなくてもね、手紙とかあると思うんですけど。うん、確かにね、嬉しい発表。私全然知りませんよ、何が発表されるか。そこでなんか発表あるかって
ですね、思うのさすがですね。そうだね。本当に知らんよ。何もないという可能性もありますからね。後ろにモニターがあったとしても何もない可能性もありますか。てかね、本当あれですよね、全員出るからすごいことになりそうだ。うん、なんか結花ちゃんから伝言が来た。連絡先ね、交換してないのよ。なんかそういうやつで。緊張してうまく伝えられなかったのですが、本当に大好きです。モアメに書いてくださって、お写真も撮ってくださりありがとうございます。可愛いんだけど、可愛すぎん。ありがとう、可愛いね。かわいすぎ、かわいすぎました。偉いですね。なんかそう、あでもなんかかなうちゃんがすごい私のことを押してくれてて、でなんか今日ね、そのサンキちゃんの
新聞みたいなやつ、大きな新聞みたいなやつ、あれがなんか2期生もねしとったんよ。あの新聞懐かしいなーと思ったんやけどさ、あれにそう憧れの先輩高尾沙耶香さんって書いてあってしかも ST48 になってやりたいことっていうとこに、最後動物王国に出たいってで書いてあって、びっくりした。私それ見た時にめっちゃびっくりした。しかもねすごい STU になってしたいこと、大事なねしたいことがいっぱい書いてあって、なのに一番上に大きな文字でそれ書いてあって、うん、びっくりした。ね、嬉しいんだけどそんなにってね、叶うよ。叶うよ。すぐ叶うよ。ねえ、いや嬉しいね。いやありがとうございます。急に敬語。私ができることは、ね、困ってる時に助けてあげたいなとは思ってますけど、そういう時に気づける人になりたいなと思ってるけどね。自分が入ってきたばっかりの時の先輩の存在ってすごいやっぱ大きかったですからね。今もね、あのすごい先輩って偉大ですけど、嬉しいな。
何かな。あれ。雨のち晴れ。22度。今日寒かったもんな。15度は寒いんか。なんか何度から寒いかわからなくなるよね。明日は。おお。夜はそんなにで、朝は寒いって感じ。むずいね。でも会場結構半袖の方いましたけどね。今日はあの外は半袖は絶対に寒かったよ。夜はね。なかなか難しい気候です。でも私は天気予報を見ただけですので そうだよ。天気予報です。天気予報だよね。確かに5月って寒かったっけな。ゴールデンウィーク越えたらちょっと寒くなってって感じかな。で、6月になったらちょっとジメジメしだしてみたいな。ジメジメしてる時期もどうだったかな。冷房つけてたんかな。7月になったら急にね、なんかカラッと晴れるみたいなイメージある。あれは不思議ですね。急に7月になったって。ゴールデンウィークは暑いというイメージがある。これもただの生きてきた中での予測ですけど。そう。
練習しました。バレちゃう。バレてしまう。でもこうやってさ、寝る前にこのイメージをしたら寝れんくなるんよね。なんか昨日も寝れんかった、なんかこのイメージをして。でもなんとなくなんか草原におるイメージで考えたらいつの間にか寝てるよね。私の寝る方法、私は草原にいる、草原のにいるっていう。イメージトレーニングっていうのかな、イメージしたら。あとなんかあれよね、不安が大きいとまたさらに寝れんくなる。なんかそのイメージとしてはね、その多分1000年2000年以上生きているめっちゃ大きな木の下にいて、でなんかそよ風が吹いてて、時々なんか小鳥とかが来て、でなんか横に本があるっていうイメージ。結構寝れる。そういう時めっちゃ寝れるんですよね。なんか夏休みのさ、なんか昼とか昼間とか、なんかご飯食べてさ、なんか寝る時に窓開けててみたいな、でちょっとなんか、まあ、セミも鳴いてて耳も鳴いてるけど、ちょっと風が吹いてきて、ちょっと冷たい風吹いてきて、いいですよね。その時一瞬で寝れるんだけどね。夏休みめっちゃ楽しかったな。なんかゲームして寝て漫画読んで宿題し忘れて、で夜ご飯食べて寝て、すごい日を過ごしたんだな子供の頃。子供の頃はすごいな。そうよ、ほんと。まあ分からんけど、その昔は昔で、子供の頃はその子供の頃なりにいろいろまああって精一杯遊んだり休んだりしてね。その頃なりにいろんなものを抱えたりしていろいろあったんでしょう。まあ昔のことはね、結構美しくしちゃうっていうのがあるので、
人間の心理を。記憶ってすごいね。結構どっちにもできますけどね。深い話になった。この展開はちょっと。いや、記憶ってすごいよ。コンピューターみたいにさ、なんかできたらいいんですけどね。曖昧だからこそもいいこともある。立ってしまった。夜中に、夜中じゃないのかな、夜に。また語ってしまった。ゼロ時過ぎたら夜中。そうだね、夜だからってのもある。というわけで、そろそろのソロ終わりますね。聞いてくれてありがとうございました。だいぶ眠たくなってきた。今日帰りずっと寝てた。帰りの移動中ずっと寝てた。全然覚えてない。とりあえず首が痛かった。明日ネックピロー持っていこうかな。ガチ勢になろうかな。結構痛かったですよね。こっち行ったり、痛いと思ったらこっち行ったり。眠かったね。なんかだけメール送ろうとしたけど、めっちゃ送るのが遅くなっちゃった。ははは。ネックピローでも忘れがちなんだよね、ネックピローって。確かにホットアイマスクあったら結構いい移動時間ですね。充実した。私今日めっちゃ滑舌悪いよね。どうしたらいいかな。喉飴ちょっと買いとこう。私どっかに買いとこう。結局見ないと思うけどね。ネックピラー、喉飴、よし。ごめんなんかめっちゃこんな喉なんか言ってごめんね。
ちゃん、まいせんさん、2学期は学級委員さん、かほまさうさぎさん、たんたんさん、神戸のヒッキーさん、せいやんさん、ぜーたんさん、フジポンさん、ひろとさん、あおちゃん、ロックオンさん、猫のおかずさん、かこさん、えびすさん、こっぺさん、しんじさん、いなっちさん、こぶやきさん、にのまるさん、としささん、メガバイトちゃん、グラッチさん、ちくわドーナツさん、ガッちゃん、ビーツさん、ケリーさん、ケネスさん、まさきさん、たかおこんやんちゃん、ミッドナイトシュガーさん、なりさん、ゆうさん、クジラちゃん、ありがとう。イエーイ。ああ。ありがとうございました。じゃあねー。